今回の福井文化チャンネルはツイッターで聞いた福井の美味しいお店第2弾、福井の名物といえばね、これですよ。ソースカツ丼、ソースカツ丼の美味しいお店を、ツイッターのフォロワーの皆さんに聞いて教えていただいたお店をこの動画でまとめてご紹介したいと思います。しかも今回はですね、ヨーロッパ圏以外です。ヨーロッパ圏以外でおすすめのお店を聞いてみました。どういうことかと言いますと、福井のソースカツ丼といえばヨーロッパ圏、ソースカツ丼イコールヨーロッパ圏、ソースカツ丼の元祖ヨーロッパ圏なわけですね。福井の人にソースカツ丼の美味しいお店というとどこがありますかと聞けばヨーロッパ圏と答える県民は多いですが、ヨーロッパ圏しかないのか、ヨーロッパ圏以外にもあるんじゃないか、ソースカツ丼の美味しいお店がというところがですね、今回のテーマにしてみたいと思いまして、ヨーロッパ系も美味しいけれど、どこどこのソースカツ丼も美味しいよと一つ付け加えて答えることもできる、そんなハイスペックな福井県民になりたいというあなたと私のための動画になります。今回ご紹介させていただくお店の数は25件、今回も前編後編2回に分けて配信させていただきたいと思います。レストラン福神の住所は福井市高木中央1丁目205。営業時間はお昼の部は11時から14時15分。夜の部は平日は16時半から18時45分。土日は16時半から19時15分になります。蕎麦茂の住所は、福井市巡回1丁目、1は地の10。営業時間は、11時から20時になります。ソースカツ丼福井屋の住所は、福井市城東4丁目 29-5。営業時間は、11時から23時になります。とんかつ味どころ、蔵の住所は、福井市北四つ井、1-1-8。営業時間は、10時半から20時になります。風車の住所は、福井市安和4丁目 9-16。営業時間は、昼の部は11時半から15時、夜の部は17時から21時になります。吉兆の住所は、福井市大手3丁目 4-1、放送会館地下1階です。営業時間は、平日は10時半から20時、土日は10時半から18時になります。布袋屋食堂の住所は、福井市中央1丁目 1-2-6。営業時間は、11時から22時になります。
そばどころのぼりとの住所は、福井市大願寺3丁目 3-3-17。営業時間は、11時から21時になります。レストラン三沢の住所は、福井市城東4丁目21-8。営業時間は、昼の部は11時半から15時、夜の部は17時から20時半になります。やっこの住所は、福井市安和1丁目 14-21、城東分店は、福井市城東1丁目 4-18。営業時間は11時から21時、城東分店は昼の部は11時から15時、夜の部は17時から20時になります。マルセンそばフェニックス通り店の住所は、福井市宝永4丁目1-7。営業時間は、昼の部は11時から14時半、夜の部は17時から17時半になります。マルセンそばは、今回の動画でご紹介させていただいた、フェニックス通り店の他に、花月支店、生久支店が営業しています。南南亭、あわら本店の住所は、あわら市船津10-29。営業時間は、10時から23時になります。南南亭は、あわら本店の他に、生久店、丸岡店が営業しています。玄の屋の住所は、あわら市温泉1丁目405。営業時間は、昼の部は11時から14時、夜の部は17時から19時になります。今回は、福井市とあわら市から、ソースカツ丼の美味しいお店をご紹介させていただきました。次回の動画では、堺市、奥越地区、丹南地区、嶺南地方のお店を紹介させていただきます。